僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキトコトグンビでございます。土岡に道徳の教科書を読ませよう。土岡といえば人間の心を失った、はい、わからないサイコパスといえば聞こえはいいけれども聞こえよくないですか。やはり、まあ、土岡に足りないものは何かと申しますと、やはり道徳の時間ですね。時間、道徳の時間寝るたりしょ、はい、寝たりとかないよ。ちょっと体調悪いですね、はい、保健室とか行ってたはずなんですけど行かない、受けてたよ。それで道徳がたまたまない、はい、サンサンサン爽やか3組とかご覧になってない、はい、ところですね。あ、まあ、爽やか3組はあんま見てない。うわー、見てない、やっぱりそうだ。うん、そうね、オープニングだけ聞いて。うん、あれ見てないの？オープニングだけ、サンサンサン爽やか三組ってこう近づいちゃうやってたら近づいちゃうのに、土岡に道徳の時間を施そうと思いまして、はい、なんと、はい、道徳の教科書を手に入れてまいりました。ありますなんと、これ一部ではございません、はい、道徳たくさんございます。いっぱいあるな。すごいですね。すべて、現在のですね、はい、一大マーケット、はい、メルカリから、はい、買わせていただきまして、すべてこのように名前が、はい、書いていたものですね、はい、消させてもらってますが、うん、はい、いや、メルカリに道徳の教科書を売った人がいるの？いるし、それを買う人もいる。しょうがない、そういうことです。うん、そういうことです。うん、道徳の教科書を読みたいなっていう大人がいるからこそ、うん、はい、いやでもその売った人がいるのがちらついちゃうからな。道徳でちょっと小遣い稼ぎしようとした人がいるっていうね。全員同じ人のはずなので、ああ一斉に道徳の教科書を売った方がいらっしゃいます。なんか、まあ、今日これ売るかってなった日があったもん。ね、まあ、その方のおかげでこの企画がやれるんですけど、はい、そんなこと言ってもじゃない、土岡よ、はい、道徳お前バカにしてんだろ、はい、いやいやバカにはしてない、別に。ねえ、いやバカにはしてないよ、そんな、まあ、ふわっとした授業だなとは思うけど。いやちょっと待ってください。それがダメなんですよ、それが。ちょっとじゃあ読んでいきますか。まず小学生からだ、うん、小学3年生からだ。はい、不条理だな、小学生から読まされて。不条理的か。お前にこれお似合いだ。いやいや、わかるよ別に。だって道徳の授業受けてたし、なんかあれでしょ、そのこう学校内でのトラブルみたいな話とかがあって、こう、あ、こうすればよかったなみたいなことをみんなで考える。そう、爽やか3組と同じで。ちょっとじゃあ、まあ、見ていきましょう、うん、君が一番光る時。いいですね。まあね、綺麗なタイトル。小学生3年生の時がそうとなのかな。どこが全盛期なの？全盛期ってことなのかな。あとはくすんでいくばかり。どういうことじゃないでしょ。ちょっと見ていきましょう。お、詩がある。え、うん、これじゃあ土岡に読んでもらおうか、はい、じゃあ今日は、11月の24日なので、はい、24番土岡。はい、だけど友達と一緒に話し合う嬉しさ、一人でじっくり考える喜び、世界は不思議に満ちている、心は驚きにあふれている、もっといっぱい嬉しさを、もっと多くの喜びを、広げよう世界と心、高く飛んで見つけよう世界と心、みんな生きてる、みんなで生きてる。違う、教科書、教科書を刺されて読んだ。違う、ポッチャマはみんなで生きてないんだよ。そうだ、素晴らしいですね。あ、まあこういうね、序文に書いても綺麗な文章ですね。なんか心に響くものはありましたか？そう、まあでも、ね、もちろんこうね、素晴らしいけど、その今ね、やっぱ読まされて大人になって、はあ、ね、その道徳が足りないから読めって言われたら全然、いや知ってるよっていう感じだったな。ははは、うん、なるほどなるほど。みんなで生きてるとかは知ってる？うん、ね、みんな生きてる、みんなで生きてる。これ大事なこと書いてますね。うん、友達とは友達やというね、はい、話、うん、心にグッとくる話が書いてます。これよかったら読んでみてください。はい、友達や、はい、友達やです。友達はいりませんか？寂しい人はいませんか？友達1時間100円、友達2時間200円。上りを振り振り、狐が歩いてきます。おーい。岩陰からガンガラ声がしました。毎度あり、岩陰を覗き込むと、
クマがイチゴを食べていました。何屋だって？友達屋です。そうか、いくらだ？1時間100円です。買った、買ったぞ。俺も一人ぼっちの食事はつまらんと感じていたところだ、うん、なんかディオが鉄仮面つけるときみたいな。確かに、だったな。友達と食べるイチゴは一段とうまいなあ、キツネ。クマはキツネの肩をポンポン叩きました。ええ、うまいですね。キツネはイチゴなんて食べません。キツネはまずくてたまらないイチゴをごくりと飲み込みました。甘いだろう、友達。甘いですね、クマさん。クマさんだって。やめろやめろ。友達じゃないか。クマでいい。クマと言え、キツネ。クマ。なんだキツネ。キツネはイチゴでシクシクするお腹を抑えながら200円いただきました。すごい。はい、うん、友達屋です。友達はいりませんか？寂しい人はいませんか？友達1時間100円、友達2時間200円。木の陰からギトギトする声が呼び出しました。声いちいちやだな。おいキツネ。ま、毎度あり。キツネがコワゴワと覗き込むと、狼がいました。トランプの相手をしろ。へえ。キツネは狼の向かい側に座りました。トランプは狼が3回勝って、キツネが1回勝ちました。あの、キツネは申し訳なさそうに手を差し出しました。なんだい、友達。まだお代をいただいてないのですが。お代だって？途端に狼は目を尖らせました。お前は友達から金を取るのか？それが本当の友達か？狼は牙をカチカチ鳴らしました。本当の友達？キツネは目をしばたきました。そうだ、本当の友達だ。本当だからだ。書いてないよ。俺はそれ根拠を言えのおじさんだ。友達やなんか呼んだんじゃないぞ。そういえば狼はおいキツネと呼んだのでした、うん、それじゃあ明日も来ていいの？キツネはそっと手を引っ込めながら聞きました。あさってもな、キツネ。オオカミはミニカーをくれました。これをもらってくれるか？ありがとう、オオカミさん。オオカミの一番大事な宝物でした。友達はいりませんか？寂しい人はいませんか？何時間でもただ、毎日でもただです。キツネはスキップしながら帰っていきます。もうすぐ星が出てきます。はあ、いい話ですね。ちょっと待って待って待って。え？めちゃめちゃ変じゃなかったよ、これ。え？違う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 。いや、だって友達やだって言ってんだよ、こっちは。いや、そうだそうだ、うん。で、お題だって？いやいや、それ友達にお題はね、友達にお題は渡すのはおかしいじゃないって、うん、その狼の意見は正しい。いや、でもだって、こっちは友達屋ですよって言って歩いてるところを呼びかけたんじゃん。で、友達屋なんて呼んでないぞって、キツネって呼んだぞって言ってるけど、こっちは友達屋ですよって言って歩いてきた、うん、ところを、おいキツネって言ったから、うん、友達って、これめちゃくちゃでしょ、狼が。で、めちゃめちゃびっくりしてるし、見開きで、お題だって？これすごいね、うん、被害者みたいな感じだ。そう、かなり被害者みたいなしてるね、うん。しかも、お題だってみたいで、牙をカチカチ鳴らしてるんだよ。お前は友達から金取るのかって。カチカチ鳴らしてる。確かに、うん。ちょっとこっちはビクッとしてるじゃん。いやいや、いや踏み倒したみたいに思ってってこと？そうそうそう。見倒して、それはもう全然歪んだ考えです。それは汚れてる。いやいやいや、レンタル彼女とかレンタル何もしない人、うん、レンタルブサイクとかそういうのを見てるから、お題が当たり前のお題の上でしか、うん、お金の上でしか、そういうね、うん、経済活動の上じゃないと、ね、うん、関係性を結べない寂しい大人、うん、じゃないよっていう話でしょ、これは。いえ、だって結局、だってレンタルブサイクさんもそれでおかしくなっちゃったわけじゃない。いや経済活動っていうけど、うん、友達1時間100円、2時間200円、うん、破格ですよ。確かに、レンタルさん。信じられないぐらい安い価格で、うん、これは、あの、友達屋として生きていくつもりはないんですよ、こいつは絶対。うんうんうん、こんな安いんだから。
そうか、ちょっと足がかりになんかなればぐらいの。うん。別に狼正しいし、まあ、熊がやばいね、かなり。はいはい、熊ね、うん、最初にお客さんだった熊。そうそうそう。確かに一番、そっか、このレンタル彼女を本気にしちゃう人みたいな感じだったね、熊。なんかそういう書かれ方しましたね。そうね。で、いや、熊さんって、熊でいいよ。あ、狐って。こうね、うん、お金が発生してる間だけ寂しかったね、うん、でもそんなクマにも次からは、うん、友達はいりませんか、寂しい人はいませんか、うん、何時間でもただ毎日でもただですとクマにも救いを手を差し伸べるならこの娘だパンピエンつけ込んじゃうよ、依存しちゃうよクマの依存、うん、クマにとっても良くないし、それはえ、これが授業ではさもこれでいいよねっていうことで終わんのかな。そうだよ。強化したもん。まあいろんな感想あってもいいけど、うん、そうね。そうね、それ意見絶対出るよ。友達とはどのようなものかを考えましょう。うん、初めは友達1時間100円と言っていたキツネが、うん、帰る時には何時間でもただと言ったのはどうしてでしょう。うん、それほらやりがい搾取だよ。違いますよ。いや、だからなんかさ、実業家とかがやってる YouTube とかいいってなんか騙されていいって、ね、ただ働くだけじゃダメなんだよね、みんなに働く上で幸せになってもらいたいんだとか言ってくる、自分の自己実現のために働いてください、うん、ありがとうをもらいましょう違う違う、お題をいただいた方がいいよ、それはこれはだいぶくすんでます、消化がね。いや、こんないい話を聞いても、いや、これ絶対話が重罪だ、おかしかった、偏ってた話が結構重罪でしたね、うん、さあ、他決まりは何のためにあるの、うん、決まりのない国、ほう、決まりのない国、はい、まあ、流れとしては、はい、ケンタ君ね、うん、約束を守るのが苦手と、うん、ケンタ君、ずるいよ、ルールを守ってよ、うん、チャイム鳴ったよ、早く教室に戻ろう、うん、遊んじゃうんだね、ルール破って。ああ、決まりのない国ってないのかな、うん、ありますよ、決まりのない国に連れて行ってあげましょう、ああ妖精が嬉しいなと、そしたら決まりのない国に連れてってもらった、うん、この国には決まりがないので好きなことだけをしていつでも何でもしていいのですと、うん、ね、遊園地に行こう、遊ぼう、うん、もうごった返していて、うん、鳥もなんか落ちてる、なんか本当だ、うん、なんで鳥も落ちてるの、順番に並ぶ決まりがないので、うん、みんな勝手に入ろうとするんですよ、これじゃ入れないよ、ぐちゃぐちゃだ、つまんないから帰ろう、あ、うん、危ない、車が走ってきて、うん、青信号ですよ、なんて言うんだ、この国では信号は守らなくてもいいんだぞ、やっぱ元の国に戻りたいな、健太さん早く教室に入りなさい、はーいって、うん、ルールを受け入れるというね、うん、極端ですね、結構ね、やっぱね結構そうね、結構ね、遊園地、そうね、物売るってレベルじゃねえぞってことだもんな、確かにそういう、うん、ない場合はそうですね、決まりのない国の住人そうか、あれ決まりのない国だったんだあれがいいのかって話っすよ、うん、そうね、決まりでガチガチにした方がいいんだよ、いや、ガチガチはでも違うでしょ、ガチガチが嫌だからね、疑問は生まれたわけで最初、いやでもそう、じゃだったら決まりなくていいのっつって、うん、結局戻りたいよってすぐ見てこの、ごにゃんとか戻りたくなっちゃって、そうね、戻る演出も怖いな、確かにワープみたいなの、そう、まだ1984みたいな管理社会の方がいいっていうディストピアを受け入れるやだよ、管理社会受け入れの話になっちゃうじゃんこれじゃそうね、でも確かに健太くんも最初、要は休み時間チャイム鳴ったら遊ぶのやめなきゃいけないとかなった時に、うん、ああ決まりのない国ってないのかなって、その国を求めるんだね国を変えようとしちゃうというか革命家になるかもしれない、うん、こいつね、こんぐらいの決まりのない国に連れて行ってあげるぐらいしないとこいつはヤバくなってたんだ、うん、ケンタへの道徳ね、まあ、こういうのもありますから、ね、面白いですね、じゃあちょっとまあレベル上げて、はい、道徳5年生のやつですね、うん、お、すごい、いろいろ書いてる、あ、めっちゃ書き込みすごい書き込めるですね、うん、書き込みするっけ、こんな道徳すごい真面目な子なんだよ、やっぱりメルカリに出してるじゃん、だって。いや、それは親だよ。親が。ああ、すごい、うん。いろんなページに書いてますよ、うん。うん。そっか、これはこうだから、いい、悪いとかを、この子なりに考えて。すごいじゃん。相当これは、逆にもう、そういう補助線がついてるというか、うんね、読み方が分かりやすいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。そっか、あれね、ゆとり用に、もうマリオが全部クリアしてくれるみたいな。そうそうそう、119番しろ、誰か AED を2000引いて人を死なせないためこれやばいやつじゃない、一回噛み砕かなきゃいけないうん、
そうだよなって、この人間はそうなんだっていう感じがする。そう、寄生獣のメモじゃん、これ。いや、そう、そんな気がして怖いな。うん、人間はこういう時に必死になるのか。そうそうそう。寄生獣の道徳の教科書、すごい面白いね。うん、道徳、まず道徳を知らない子なんだろうね。これでも学ぶためだから。うん。なんかいろいろ全部線引いたと。左上に、不道徳、なしって書いてある。点検じゃん。面白いね、これ、はい、不道徳これすごい子だね、これは不道徳を探したんだよ、ね、誠に遺憾です。友の命、いや、あの、うん、これ完全に走れメロスのパクリの話可能性え、まあ、ちょっとね、なんだろう、ギリシャっぽい、昔のギリシャっぽい友の命、はいはいはい、うん、で友の命ってタイトルで、うん、まず王様、大変疑い深い王様がいてあれで、正直者のピシアスが、ピシアス、その王様に憎まれて、ま、もう理由は分かんないけど、ま、首を切られることになったと、捕まって、はあはあ、でそこにピシアスの親友のデモンが来て、でその、うん、まあ要は私が代わりに牢に入りますみたいな、えなって牢に入ると。だから友達の方がこのままだと首切られちゃう、うん、ってなって、で、まあ、ピシアスがその時間までに帰ってこれるかで帰ってきたと、もう間に合わないかなと思って、うん、ピシアス帰ってきて、うん、あ間に合ったんだねってやって、じゃあピシアスがちゃんと入れ替わって、じゃあ私が、ね、刑に処されるみたいになったら、うん、その二人の友情を見た王様が感動して涙を流し、え、なんという立派な友達同士だ、二人とも許してやるぞ、いつまでも幸せに暮らせと言いました。え、援護できないなすごい。え、道徳の教科書が完全にこれメロスのパクリだよね、うん、ちょっと待ってくれって、そんなつもりじゃないんだって、うん、男の教科書読んでいい、いい人になってもらいたいと思って心が綺麗な人になってほしいんだよ。小5か、うん、ちょうどメロスとかまだ出会ってないのかな。メロスの前にこれ出会うってメロスって中学ぐらいだっけ、あの走れメロスは教科書だと中学2年生の商材なので、うん、確かにちょっと文章硬いもんね。なのでこれは小学5年生なのでこっちが先ずらして、うん、やってますそうだよ。で、そうね、中2でなんとなくメロス読んだ時にねえ、あれなんかこの話なんかパクリじゃねってちょっとすごいな、うん、なんびっくりしたな。セリフ回しとかもだって入れ替わるってなって、ピシアスは必ず時間通り帰ってくるみたいなことで入れ替わる時に、うん、あの男は約束を破ったことは一度もありませんなんかめっちゃメロスっぽい。すごいな、まあ、でも擁護するなら、うん、ザザイオサムさんの、ね、うん、文章というのはもう著作権も切れてますので罪には問えません。青空文庫とかね、青空文庫とかやるので、もちろん、あともたまたま同じことを書いてた人かもしれないし、そうそうか、そうか、まあ著作権切れてんの踏まえて書いたのかな、じゃあ、かもしれませんね、うん、いや面白い、面白い、道徳は面白い、学ばなきゃダメだ。あ、ちょっとまあいろいろ全部は読めませんけれども、うん、ちょっとこれ宿題で読んでてください。道徳のある良い大人になりましょう、うん、バトルロワイヤル始めるときの滝さんありがとうございます、そうなんです強い大人になりましょうってですよね、うん、土岡どうですか、いろいろやってみて。そうね、いやでも確かに、うん、そのいやおかしいじゃんって言いながらそれも含めて考えましょうっていう授業でもあったんだなとも思うし、ああ、うん、なるほどね、うん、でもそれにしても、うん、あのメロスに関してはな擁護しづらい、そこもちょっと擁護しづらいところではあるが、まあまあそれでも伝えたいことがあるっていうね、うん、メロスは中学校2年生からだけど、うん、中2じゃ遅いんだよって、もっと早く教えなきゃってことじゃん、これはね、うん、ああメロスをそうか簡単にしてもっと小学生のうちに、そういうことです、お願いします、本当にね、怒らないでください、本当にすいません、本当にそういうことですから、本当に嬉しいですよ、ね、ああなるほどね、はい、この道徳のこの部分面白いですよとか、
この部分、土岡に読ましたいです。何かありましたら、ぜひ教えてください。うん、ではまた。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。